どうもバーンです。で引き続き抗がん整備やっていきます。前回ね、瓦礫、大きい瓦礫をね、手前まで寄せたっていうところまで来たんですけども、視聴者の方からねアイデアをいただきました。この石垣の内側に、寄せたらいいだけの話しちゃうかっていうふうなねアイデアいただきました。あ、確かにその通りだなというふうに思いましたね。ただね、埋めてしまうと万が一、役所がやっぱり持って帰るって、役所がね、さあ持って帰っていただけるということになった時に掘り出すのが面倒になるんで、完全に埋めはしないでおこうというふうに思います。ここねどうなってるか言ったら、水草とそれから、落ち葉等がですねここ詰まってるだけなんですよ。なのでここをグイッとね、取ってやればですね、これを入れるだけのねスペースはねあるかと思いますね。ただ、あれ20個ぐらい全部のスペースはないんで、とりあえず目立ったやつだけでもこっちにね、寄せてで並べていけばいいんじゃないかなというふうに思いますね。で上から、水草なり芝をね落ち葉なりをかぶせておけば、将来的に搬出する時も仮置きの息を出ないということになろうなりますんでね、そのやり方が一番ね労力的にもそれから見栄え的にもそして何よりね税金を投入しないということについてもですね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。で、水草と落ち葉とそれから芝生が上乗ってるだけなんで、どうしてもねここどん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 痩せて沈んでいくんですね。もう実際ここの高さよりもこう来てこうなってますでしょ。なので、ここにある、芝生と水草と落ち葉ですね、これを一旦こっちの方にね寄せてやればですね、ここに十分ねスペースがね確保できるというふうに思います。というわけで今日はねまずここをね、ほじくり返しからですね、ほじくり返しっていうわけじゃないや、もう水草と落ち葉と、芝生をねどける作業からやっていこうと思います。その上で石垣をどけなあかんんですけど、それはしょうがないね。やるしかない。今日は石垣どけるとこまでは多分いかないですね。この芝生と落ち葉と水草をね、横へやって、で、真ん中にね、2つぐらい入れるだけのスペースがね、できればまあいいんじゃないかなと。よく見たらとりあえず、あそこに4つあるんで、4つの中に入れますけれども、それをね、考えつつ、で、ここにあるやつとりあえず両端に寄せていきます。それでは作業開始。
はい、どうもです。ちょっと解説いたします。ちょっと暗くなってきたんで、もうこのくらいにしておこうと思うんですけども、まあ1日目としてはこんなとこかなというふうに思いますね。全然降ってないかないじゃないかというふうな感じですけどもね、まあ、経験上ね、この段階からアメリカン冷気の10本冷気のやつでね、固めの冷気でガイガイガイと浜の方へねやっていくんですよ。で、中のね、土砂を浜側へね持っていきます。で、完全なスロープにして、で、あれをこっちにね寄せていこうというふうに思いますね。それにしてもちょっとね大きいかなと、こいつがねちょっと大きいかなと思うんで、もうちょっとだけね、この砂ですね、砂をもうちょっとこうやっていきつつ、小石とかが出てきたら、まあ小石ぐらいだったらいいんですけども、このくらい大きめのやつが出てきたらどけると。で、ある程度のところへ行ったら、またそこに、石組みを作っていくんですけれども、まあその前に、このでっかいやつをね、山側へ寄せるということですね。で、山側の、ここが硬い地盤になってるんで、この硬い地盤の延長線上に来るようにして、で石垣とのね、接合部分ですね、そこと頭を揃えるというふうにすれば、まあちょっといつ回収になるかはわからないけれども、仮置きの場所としてはね安全で見栄えも良く、そして税金もかからない、方法なんじゃないかなというふうに思いますね。ただ4つが限界ですね、やっぱりね、これね、4つ限界かな。いや、あそこをもう一回、この落ち葉、水草、芝生をね、どければ、まあ、この中もね、いけるっちゃいけるんで、8つぐらいが、まあ、限界かもしれないですけどね。まあ、とりあえず8つぐらいはね、引き上げて、並べて、で、上から、落ち葉をかぶせるなり、水草をかぶせるなりして、石垣との山の、高さをね揃えっていうとこまではいけそうですね。そうすることによって、これも一挙両得ですね。ここは、湖岸の岸の浸食が激しいところなんで、こいつはねもう浸食しないんで、これでせき止めてくれるということにもなりますし、石垣だけではね、去年はね一段の石垣だったら崩れたんで、さらに山側にこの硬いものがあればね、まあいいんじゃないかなというふうに思いますね。まずは次のステップとしては冷気でこうカクカクカク、ひたすらカクカクカクで硬い地盤が出てきたところがねあるはずなんですよ。この波の浸食で硬い地盤になってるところで、そこまで行ったら、この4つでっかいのをこう寄せると言ったところですね。まだまだこれ柔らかいです。なので大波が来たらね、こんなもんすぐ、湖の方にまたね、流出していたところでしょうけども、それを未然にね防ぐという効果もあろうかと思います。本日以上です。ではでは。